駅事務所運送業者などが入居。駅の西側に置かれている本目不当駅は神奈川県横浜市中区本目不当にある神奈川臨海鉄道本目線の貨物駅である。本目線の終点にあたる地上駅であり、コンテナホーム2面と200線3線を有する。コンテナホームは相対式に配置されており、西側のものに200線2線、東側のものに 二役線一線が接する。東側のホームは輸送実験のために新設されたものである。西側のホームには神奈川臨海通運所有の二役、貸し倉庫が併設されている。横浜本木駅方から駅前の通りを横切って、当駅へと線路が伸びており、列車が通過する際はこの踏切に設置してある、踏切信号機を作動させ、安全確認の後に牽引機関車が、 大きな警笛を鳴らして通過していく。当駅はコンテナ貨物のみの取扱い駅である。隣駅の横浜本木駅が大型コンテナや20.40フィート海上コンテナを取り扱えるのに対し、当駅は従来より12フィートしか取り扱っていなかったが、2008年4月から始まった実証実験を行うため、新たに20フィート40フィート海上コンテナの 取り扱いを開始した。しかし、仙台臨海鉄道仙台港駅とを結ぶ、海上コンテナ専用列車自体が2010年3月のダイヤ改正で廃止となったため、この輸送実験も実用化には至らずすでに終了している。主な取扱い品目は、石巻港駅発送の日本製紙石巻港情製の印刷紙や、新潟貨物ターミナル駅発送の北越コーポレーション、 新潟工場製の高級用紙である。なお、北越製紙の高級用紙は以前は専用貨物列車に連結されて、当駅を発着していたが、輸送の適正化から2007年3月18日のダイヤ改正を機に高速貨物列車で当駅に発着するようになり、輸送の速達化が図られている。また、2006年8月末まで日本儀駅から、 日本ソーダの家畜飼料添加物、DL メチオニンが当駅まで輸送されていた。駅には、神奈川臨海通運所有の貸し倉庫が併設され、到着した貨物の保管、管理などを目的とした荷主、通運会社に貸し出している。速達輸送向けの横浜本木駅に対して、こちらは大量貨物の計画輸送、保管等の業務に優れている。これらの設備を利用し、 当駅で扱う輸出用紙製品の取り扱いを日本市運輸倉庫株式会社の関連会社である青葉工業株式会社が受け負っており貸し倉庫を借りて到着した列車からのコンテナ取り下ろしや輸出用紙の保管通関業務20フィート海上コンテナへの詰め替えや不当への持ち込みなどを総括して行っているかつて行われていた日本ソーダの DL メチオニン輸送元駅の倉庫を 仮同様の業務を行っていた。なお、前述の通り従来から、会場輸送に対応していない12フィートコンテナの取扱いが主であったため、当駅には、会場輸送対応の会場コンテナへ詰め替える設備が、倉庫の裏に備えられている。横浜市公安局、国土交通省関東地方整備局、国土交通省関東運輸局、 横浜港メガターミナル神奈川臨海鉄道で組織された京浜港物流高度化推進協議会では以前から鉄道駅と港を効率的に利用した新しい物流サービスの実現を目指してきた。これに先駆けて2008年4月横浜港本木不頭 bc 特定トコンテナターミナルに隣接する当駅のシートって側に新たに 海上コンテナ専用のコンテナホームを整備した上で、従来仙台港駅横浜本木駅間に設定されていた20両編成の海上コンテナ専用列車のうち、コンテナ車5両分の発着駅を当駅に変更。当時、列車は横浜本木駅本木不当駅に1日一往復設定されており、当駅には火曜日引く土曜日の朝方に、 仙台港駅からの到着があった。逆に、仙台港駅への発送については、月曜日引く金曜日の正午頃に設定されていた。これにより、当駅には新たに20フィート40フィート海上コンテナに対応したリーチスタッカー1台が配備されたが、これは以前横浜本木駅でトップリフターの予備機として使用していたものであった。この実証実験は、 2010年3月までの2年間行われる予定であったが、前日の通り会場コンテナ専用列車自体が廃止となってしまったため、実用化に至らないままこの輸送実験は終了している。横浜港本目不当のシートって入り口左手に位置し、周辺は倉庫や海運会社の事務所等が立ち並ぶ。また、駅の裏手にはシートってのコンテナターミナルを望むことができ、 山積にされている大量の海上コンテナは圧巻である。駅前の通りには海上コンテナを積載したトラックがたくさん走っている。ありがとうございます。